今日は寄付ページ作る。そう言いながら意外とすみません。今日はね、行動がちょっと違う。ここに何回も出てね、こう YouTube やってますわ。中入ろうかな。で入らんでしょ。体慣れたな。以上。お茶回りね。こっちか。お茶もない時あるんですよ。俺の友達15日間飯食う、10日間飯食わない。それで90キロ。マグロ漁船乗って、不整脈でね。子供の時可愛いな。子供ちっちゃいちっちゃい時は。でね、ひどい時にお茶の葉ご飯飲みました。季節労働者にお茶の葉ご飯。それとかホームレスの時に、なんつうかな、丸みがあったんですよ。よく金網に出るね。それ友達が食ったらね、芋みたいな、それを芋にして、これでね、人間ってね、俺、金剛さんにちょっとまあ、野菜とか取り行こうと思って、取りじゃない、拾い行こうと思ってね、出てこられるでしょ。そしたらね、ホームレスの時ね、そしたらね、木になったんですよ。どんぐり拾いました、北朝鮮みたいに。ほんで、イチョウなんて穴も取るか言うたけどね、イチョウ取ってね、皮むいてね、5、6個食べたけど、栄養とで、ほいでね、どんぐりね、一回取ってきてね、そのまま行ったんかな。帰ったんやな。一回帰ってね、ほんで、どんぐり飯食いましたわ。6個ぐらい入れて、まあ飽きました。引っ越えの自転車に跳ねられたら、あれやな、お母さんに叩かれた。お母さんに。俺は面白いらしいな。以上。今日どこ行った？あれ？